はい、どうも沖縄の鈴木でございます。さて、昨日作ったねこの道、あの後ちょっとまた飾り付けなどを途中までやりかけて、はい、まあそれでもねだいぶ少し進化してったんじゃないかなと思います。というわけで今日はですねこの続きを、作業していこうかなと思っているわけですけれども、どういうふうにやるのかはまあこれから考えながらできます。さて、けれどちょっと待って、その前に今日も、定番のっつうのも変だな。卵やろうかなと。で、今日は結局思った。こっちのね、あの、左側にある木が邪魔なので、まあ、全部切り倒していこうかなと。で、一旦木のない形にして、で、ある程度、まあ、村が、てか拠点ができていったら、まあ、また木を植えていくっていう感じにしていこうかなと思うわけで、卵、あ、生まれた、OK、卵1個目と、今日は卵いくつあるかな、産んでくれない。こっちは産んでない。こっちも産んでないと。そしてこっち側のね村の周りの地形もやりかけなので、ちょっとやります。頑張ってね、やります。さて、卵1個、いくか。まあこの辺りでいいか。せーの、今日もダメだ、今日も生まれない。なんか調子悪いな今日は。っていうか昨日も全然生まれなかったし、なんかルールでもあるんだか。まあいいんだけど。さてと、というわけでね、いきます。さ、こっち、木をね切りまくって、さて行こっか。これだけの木を全部切るっつうのも大変だけど、まあいいや、頑張る。やったら相当楽になると思う。今までの欠点としてね、こうやっぱり地下で作業した後に、まあ、向こうの村に移動しようとすると、ものすごいこう回り込んでいかなきゃならないという、すごい欠点があったので、まあ、それはそれで悪くはないんだよ。作業してる場所の近く、ね、モンスターとかが向こうに湧かないようにわざと、作業してる場所を村からある程度離してみたっていう感じなので、悪くはないんだけれども、まあ、これから先、発展させていくことを考えるとちょっとね行ったり来たりがめんどくさいんで、もう少しなんとかくっつけて、で村人たちが住んでるところはもうあの家一軒にまとめちゃってるんで、もう湧き潰しっていうかね大丈夫だろうと、そんなにモンスターのこと気にすることなくやれるんじゃないかなと思って、まあ、とりあえずガンガン進めていくことにしました。しばらく地下にはもう潜りたくないんで、もうこういう作業を黙々とやっていこうかななんて思っております。さっさっさ、しょ。でしばらくねプレステ4版サボっちゃってるような気もするんだけど、決してサボってるわけじゃございません。裏で作業してる、マルチしたいんだけど、しようかなと思うとその時間帯がみんなとなかなか時間が合わなかったりして、本当申し訳ないです。近いうちにまたやろうと思ってるんで、お楽しみに。さて、次はねもうちょっと、ここどういう感じで家を建てていくのかっていうのを、何の家か作ろう。まあいいんだけど、大枠を決めていきます。こんな感じでいいかな。ありすぎ、よし、奥行きこんな感じで、こんな感じでいいかな。寝よう。ちょっと位置をずらして、
な感じ。うん、こうやって考えると道狭かったかな。まあいいや、広かったら広すぎて気持ち悪いし。よし、よいしょ。大体、大体の枠を決めとく。うん、まあこんな感じかな。まあこんな感じで、まあ家を作っていくっていう感じで行こう。ここの角がちょっと気に入らない。柱の位置をちょっと調整。うん、まあいいか。ここだけ4つになるけど、いいや。さて、こんな感じでまあ家を作っていくっていうことでいいかな。うん。建物はこんな感じで作っていく。でだ。次、もう一つ気になっている。あ、オッケー。さあ、道を作っていっちゃおう。もう一つ気になっているのは道ね。向こうからこう、山、この森の方を抜けてきていた道が、ちょっと中途半端なことになっていたので、これも完成させます。こうか。こんな感じか。この木がもう一本邪魔だった。よし、切ろう。上の方があった。まあいいや。よいしょ。まあこんな感じ？うん。はい、つながった。道の幅が違ったんで、ちょっと修正。よっしゃ、まあこんな感じでいいかな。よし、はい、道軽く完成でございます。これもまた、近いうちに修正、建物作りながら修正していくかもしれないけど、まあとりあえずこんな感じで。細かいところもちょっと、こんな感じかな。よっしゃ、はい、道はこんなんでいいか。ちょっとそれでだ、ここ一番高いところ、この辺りかな。この辺りに、自分の家、ようやく、正式版を作ろうかなと思っております。で、今まで結構小さい家作りばかりやっていたので、うん。いや、本当は小さく作る方が好きなんですよ。この小さいスペースに、まあ、どれぐらいのものを埋め込むことができるかと。まあ、今回は、ただちょっとね、大きめに作ってみようかなと考えております。うん。館？まあ、そんな感じで作っていこうかなと思います。まあ、というわけで、今回はこの辺で、よろしければ、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。